今日午前沼津市の県道で道路の真ん中に大きな石が落ちているのが見つかりました今日午前10時ごろ沼津市西浦恵那市の県道沼津問泉で車道の上に落石があり車が通れないと住民などから通報がありました見つかったのは縦横がおよそ1.5メートルある楕円形の石1つで車道の真ん中に止まっている状態で見つかりました この石は午前11時半ごろまでに撤去されていてこれまでに人や車両などへの被害は確認されていません県沼津土木事務所によりますと昨日は特に雨が激しかったわけではなく強風も吹いていなかったとしていて石が落ちた原因はわからないということです落石が起きた斜面を調べると浮いた状態の石が一つ確認できたことから 明日この石の撤去工事に取りかかる方針だということです。